メデューサってのはあれですよね。髪の毛が蛇でできてる怪物のおばさん。私が会った時はそれほど老けてはなかったがな。ギリシャを旅した時のお話ですよね。ああ、森で迷って道を尋ねたんだが、それならあっちだって無数の頭の蛇が一斉に右を指すんだ。ブワーって。しかも蛇どもが脱皮の時期で、動くたびにポロ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 破片が落ちる。大変そうだったな、あれは。大変といえば、セイレーンにお会いになった時も。確かに。セイレーン？あれも半人半獣の怪物か。エーゲ海に沈む夕日を眺めていたら、それは綺麗な女が現れて素晴らしい声で歌い始めた。おお、そりゃ私も聞いてみたい。やめた方がいいな。セイレーンは歌で人間を引きつけて取って食ってしまう。その時もフラフラっと寄ってきた船乗りたちに頭からかぶりつこうとするんだ。機嫌よく聞いていたのにスプラッタじゃ目覚めが悪い。止めるのに苦労した。他には？デュラハンという怪物は馬に乗った甲冑のおっさんなんだが、首がもげている。自分の生首を小脇に抱えて、基本的に片手が塞がってる。不便ですね。体だけ借りられたら今の私には絶対便利だ。仲良くしておけばよかった。日本じゃ愉快な奴はいなかったんですかい？手の目という妖怪に風呂を覗かれたことがある。アヤ様、少しおいとまをいただきたく、そやつをほふってまいります。待て待て、もう懲らしめたから大丈夫だ。風呂の窓から目のついた手のひらを突っ込んできたから、捕まえて素手で千本ノックしてやった。千本ノック？手のひらに目。あ、痛い。それは痛い。涙目になっていたぞ。他には？そうだな、塗り壁のお話などは。ああ、なんですなんです。壁の妖怪なんだが、見た目がまんまこんにゃくでな。ただな、すごく大きくてひんやりとしているんだ。おお。